なあ、潰し屋って聞いたことあるか？まさかお前らが潰し屋？潰し屋の存在はトップシークレットなのよ。人間の頭の中をいじくり回せるやつがいるんだよ。人間を思い通りに動かせるんだ。いるんだよそういうやつが。俺たちのこと潰し屋とか言いやがって。俺たちはただの人殺しだろうが。正義の味方じゃないでしょう。俺たちはまずいんじゃないの？ペットが首輪の外し方知ってちゃさ。もう俺はこんな仕事やんねえからな。だろままじゃ一生人間らしい暮らしはさせてもらえないんだぞ。だから傑作なんじゃないですか。絶対に反抗しないペットですよ。あれはペットってどういう意味だよ。